何、三賢人を訪ねて。わしはあの方たちが話しているのをよく聞いておった。今の魔王オーダインはな、昔身分を隠して三人のもとに出入りしておった。わしも仕事を手伝わせたりしたもんじゃが、やつは三賢人を騙して魔石の秘密を盗み出したんじゃ。三賢人は怒っておったが、わしは驚いたよ。なんせあの魔王に買い出しから掃除まで頼んでおったからな。死んでもないのに死の国へ行くやつはそうそういないだろうよ。第一、あそこの陰気で湿気た空気は長く吸えたもんじゃない。何よ、知ったかぶって。こちらです、女王。おかしいわね。タイタニア王には来訪の旨、前触れを書き送ったのに、城ではなく、こんな裏路地に案内されるなんて。三賢人の一人、ウルズールはタイタニア王の側近だ。細工はたやすいよ。間違いなく騙されてる。反逆罪を許そうというのに、ベルトがなぜ私を騙すの？別に悔い改める気もなければ許してもらいたいとも思ってないのさ。後悔したくなきゃ戻った方がよくないかな。話せばきっと分かってもらえます。今までお母様に忠実に仕えていた魔法使いですもの。やつが素直に応じますかな。ジーヤまで。あんたのおもりをしてくれる相手ばかりじゃないぜ。カエルのくせに分かったような口を。それなら何でお前はついてきたの？陛下！気になるからさ。